はい、どうも、ロイです。今日は体験版以降から始めた視聴者の子を集めてプライベートマッチをしたいと思います。5月に体験版があったと思うんですけど、それの後なので、ランクはちょっと低めと思いきや意外とランク58っていう高い人もいるんだけど、なんかニートなのかな？すごいやってる人もいるんですけど、みんな一応買ってから1ヶ月ぐらいしか経ってないので、まだ新米たち、スプラトゥーン新米たちは集めました。はい、ということで今日はこのメンツで戦っていきたいと思います。はい、マッチングしました。縄張りバトル。ステージはバッテラーストリートですね。最初のステージというと、やっぱバッテラーストリートをね、思い浮かべる。お、デュアルスイーパーがいる。意外とやり込んでる？デュアルスイーパー。二人いるね。あ、みんなナイスして。あ、いいね、いいね。一応、一ヶ月ってね、俺一ヶ月目、全然動けなかった最初。スプラトゥーン始めた時。お、中央行きましたね。てか、感染モード楽だな。自分がやらなくていいから、すごい。喋りやすい。実況者的にはすごいありがたいです。もうマルチミサイルをかわして、リアルスイーパーがちょっと孤立しちゃったから一人か？誰か見ていきたいね。あ、クラッシュブラスター見よっかな。なんか珍しい気がする。頑張れ。ランク50くらいの高い人、クラッシュブラスターする。あ、マルチミサイルを文字に帰った。頑張れ。3人加えて。今誰か戦ってるね。ザップ。煮卵をザップ。塗って。これファミザップの方だな。アメフラッシュのザップだな。結構塗れるんだよ、この武器。これでも平和か？あ、雨ちょっと、雨雨ちょっと邪魔だよ。おい、見やすくなった。おぉ、ヒーローチーム優勢。ちょっと赤がきついか。宝ボムを。え、みんな1ヶ月にしちゃうまくない？もうちょい。あ、やばい。2人狙われてる。逃げれるか。逃げたうまい。逃げた。みんなうまいよね、ランク20で。おお、すごいすごい。ちゃんと逃げてる。お、丸みさ溜まって撃っていく。いいね。おお、クラッシュブラスター強い強い強い。いいね。俺も後でこのね、部屋にね、入ろうかなと思うんですけど。まず、完全モードで、どのくらいの腕前な、ちゃんとやりすぎると、1ヶ月と、まあ、2年の差が出てるから、うん、経験の差が出てるからさ、ちょっとあまりやりすぎないようにはしたいんですけど。お、いいね、敵陣地抜けれるか？お、ナイスナイス。お、行け、未来、行け！ちょうちんあんこうの頭かぶって！よしよしよし、ナイス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 。ちょっと下がったね。ノーランさんも大丈夫。ん、今誰かが追ってたな。あ、また戻ってきた。ごめん、俺感染モード下手かもしれない。あ、惜しい惜しい。頑張れ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 。よっけ、マルチミサイル。あ、マルチミサイル。かわいいね。今のはかわいさポイント100。ちなみにかわいさポイント100集まると、俺の嘆きっすを、ごめんなさい。嘘です。気持ち悪いです。すいません。投げキスなんて俺将来したことないや。流れでちょ、お、クラッシュブラスト倒せるか。あー、着地枯れないでんだ。やっぱ着地強いんだよな。最初の方はな。ナイス、丸美さん。どっち勝ったかな？ずっと優勢だった黄色チームが勝ちかな？見た感じは。おー、めっちゃいい勝負してる。めっちゃいい勝負してる。やっぱ体験版が集まって。殺伐としない平和。平和でもないけどね。レベルに合った戦いだった。はい、間違えしました。アマ美術大学縄張りバトル。今回は自分がプレイヤーとして、観戦ではなくプレイヤーとして参加したいと思います。最初ちょっと見てほしいんですけど、俺のギア。これナメプじゃないよ。俺は初心者として来ました。この、始めたての初心者として来ました。なので今回ちゃんと塗って、最初の方はやっぱみんな塗るの好きなので、俺もちゃんと塗って、で、この中にね、交えてもらえたら嬉しいですね。やっぱ体験版からやってるからね、俺は。あ、俺は体験版からやってねえわ。ほい！あー、怖い怖い。丸みさん撃たれてる。ここにいるぞ、ここに。あ、ナイス！
いいね、いいね。あ、ナイス。あ、ジグに入っていっちゃった。これは守らなきゃな。ちょっと行かなきゃ。まだいるわ。え、めっちゃ入ってる。え、めっちゃうま、待って、めっちゃ入ってる。うまいぞ。なんだあのランク低い子。待て待て。さすがにジグは荒らしたくない。荒らさせたくない。うまいうまい。待って、めっちゃ荒らされてる。あとちょっと。え、待って、めっちゃリゲンのうまい。なんだこの、これ、1ヶ月なの本当に。うまい。これはうまいよ。あのスパーテリを捕まえられて、ありがとう、味方。え、ジグ荒らされちゃったよ。びっくりした。ほい。これはちょっと無視して塗りに行くと見せかけ、おっとローラーが来ている。ちょっと後ろ塗り返してあげようかな。ボム入れて、お、来てるか。あ、スパタリだ。ナイス。でもとりあえず中央は取ってくれてるかな。さっき荒らされたとこ俺が悪いからね。俺が塗ってあげよう。まずは敵が来たとこをきれいにしよう。てかさ、1ヶ月でこんなゲーム上手くなるんだったらさ、俺もっと上手くなっててもおかしくなくない？ 3 年やってるからさ、プロ並みに上手くなっててもおかしくないよね。成長早いよね、やっぱ最初の方って。あのポケモンもそうじゃん。経験値1が、なんか急に経験値上がるときやんね、100ぐらいに。100はごめん、嘘。チートそれは。100は違う。15ぐらいかな。あ、待って、敵3人もいる。あ、ボム、あ、よかった。今倒しちゃったと思った。倒しちゃっていいんですけど。せっかくだからまだこの、この平和な感じをまだ俺は楽しみたい。あ、いいかもあげるよ。おっと、危ない。丸美さんめっちゃ来たよ。あ、やばいやばい。やばいやばい。待って、丸美さん飛びだ、やばい。あ、味方大丈夫？あ、ボムで倒した。ラッキー。あー、さっきの、おお、さっきのスパッタリ倒した。ここからはもう正々堂々俺は勝負しに行く。最後の1分間。1分間でもない20秒ぐらい。お、倒したけど。じゃあ中央俺が取って勝つのか。塗って、アーマーどうぞ。どうやっぱ経験者が入るときついが、お、待って、そんなことない。お、いい試合だった。いい試合だったよ。はい、間違えしました。立ち寄パーキングにしたんですけど、なんで立ち寄パーキングにしたかというと、ちょっと登山してるとこが見たかったから。なんかね、このステージはね、最初の方俺苦手だったね、イメージがありまして。経験かな？経験がありまして。まあ俺結局塗るんですけど、塗ってみんなのこと見に、あら、落ちてる？水に落ちたべ！ボルト水に落ちちゃうから、そう、ここ落ちちゃうからね、苦手なんだよ。最初の方は割と嫌いなステージ、嫌いな人が多いステージだと思ってるんだけど、どうでしょうか。インクアーマーどうぞ。いらなかったかな。ちょっと早かったかな。もうちょい様子見た方が良かったか。危ないタイミングで出すのが一番いいと思うんだよ。アミ言うね。あ、てかチャージャーはいないんだね、意外と。最初の方チャージャー持つ人は少ないっていうのは言われてるってか、俺の中では少ないかなと思ってんだけど、ローラーとかやっぱ多いイメージあったけど、そうでもないね。デュアルスイーパー多いよね、やっぱ射程が長いから。最初のスライドは難しい。あ、味方登ってる、頑張れ、いけ、横から。あ、やられちゃったか、惜しいよね。勝ったと思って先にナイスしちゃったよ。ボムでも入れといた方が良かったか。あ、待って、ジグに入ってる。ジグ抜けてる、やばい、ジグ抜けてる。これはまずいぞ。あ、やってくれた、ありがとう。気づかなかった。うまいな、抜けるの。これはちゃんと塗り返そう。また抜かれた、俺の責任だ。さっきから抜かれてるね。 OK、 ここ塗って。俺は初心者だからな、見た目は。見た目は初心者だからちゃんと塗り返そう。ちょっと気になるとかね、ここの雨で塗られたとこ。まあ、後で塗り返せばいいか。ナイス。俺も一旦塗り行こうかな。登ってこないか。登ってきてない。右側なんかいる気がするんだよ。
あ、いる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 、いっぱいいる。うわあ。うわあ、怖い。怖い。あー、やった。よし、これちょっと登ってあげようか。見られてるかな。もし大丈夫そう。あ、ボム来てるわ。これここにいてアピールしとこう。あー、やばいやばい。やばい、初心者です。僕、初心者なので。ちょっと返して。怖い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 。危なかった。あ、でも味方が助けに来てくれた。ちょっと飛んでみようかな。ねえ、ナイス。頑張れ、登山頑張れ。顔を押してる。後ろ塗るよ、足元。足元塗る、足元塗る。ああ強いね、上も。やっぱ登山すると楽しいな。どうも、この初心者の皮を被った悪魔。ひどいでしょ。あ、でも遊んでくれてよかった。1ヶ月でランク30すごいよね、みんな。